ごめん。怪我はないかい？ごめんなさい。私は持田ゆかって言います。そう、僕は木佐美優也、白檀高等学校の2年だ。ゆかちゃんと言ったね。君も幸子さんの禁断のおまじないでここに閉じ込められたのかい？わかりません。そうか、さっきお兄さんと言っていたね。一緒なの？かわいそうにね。僕も妹とはぐれて探しているところなんだ。妹の子もここに？うん、よかったら一緒においで。君のお兄さんを探そう。生きているものはできるだけひとまとまりになっていた方がいい。僕の妹も君のように泣いているかもしれない。一緒に探してくれるかい？お願いします。お兄ちゃんを見つけてください。わかった、大丈夫、きっと見つかるよ。これじゃ通れないな。よし。すごい。これじゃ通れないな。すごい。
どうしたんだい？気のせいです。どうしたんだい？ゆかちゃん。ひょっとしてずっと我慢していたの？急ごうか。でもどこも使えなかった気もするけど。大丈夫かい？これはひどい。ゆかちゃん、子供たちの幽霊は見たかい？校内の張り紙やダイイングメッセージを僕もいろいろと調べたんだが、あの子供たちを殺害した大人の霊もいるんだ。ここには鉄槌を持った大きな男、どうやらそいつが犯人の霊だ。君、僕の仲間も何人も何人も何人もあいつや子供たちの霊に殺されてしまった。とにかくバラバラでいると何が起こるかわからない。僕の妹と君のお兄さんを早く見つけ。兄ちゃん、大丈夫かな？入れそうだね。行ってくるかい？じゃあここで待ってるからね。はい。刻み？刻みじゃないか。黒崎、お前も無事だったのか？ああ、よかった。やっと生きてる奴に会えたぜ。くそ。参ったよな。校舎の外もすげえ深い樹海だしよ。外に出ると
迷ってこの校舎に戻ってくることすらできなくなるらしい。一体ここはどこなんだよ、畜生。なんか人玉とかいるしよ。もう帰れないかもしれないな、俺たち。お前見たか、隣の部屋で美月さんが死んでる。ああ見た。俺ビビっちまってよ。人が一生のうちに目にする死体の数が決まってるとしたらさ、もう俺一生分超えた数の死体見ちまった気がするよ。クソ。美月さん彼氏に四股かけられててさ、昨日そいつ振ったから朝から元気なかったんだよ。だから俺授業中に面白メールいっぱい送ってやったんだ。そしたら休み時間にめちゃくちゃキレられてさ、でもありがとうってメールくれたんだよ。せっかく元気出してくれたのに。あの子供の幽霊たちに殺されたのかな。キザミ？お前、何すんだよ。ここではあいつらに殺されるのも俺に殺されるのも同じだ。どうせ死ぬんだからな。なんだ、どうしたんだ俺。気を失っていたのか。ユカ、ユカ、どこだ。数日の間に立て続けに町内で多数発生していた連続児童失踪事件は、警察機構の入念な捜査の末、最悪の形で解決へと向かう。
天神小学校の開校当初から閉鎖されていた地下室で行方不明になっていた児童3名の亡骸と、殺害される直前だったのか怯えた様子で座り込む女児1名、そして血まみれのハサミを手に放心している同校の教員1名が発見された。救出された女児の証言から追及は進み、男は女児を含む4名の児童の誘拐と殺害を認めたため、未成年者回収、殺害及び死体損壊などの罪で送検されるも、刑事裁判にて心神喪失が認定され無罪、医療施設に放り込まれた。この犯人の局の男は同校教師で校長の子息であり、生来快活な性質であったが、起因する要素が全く不明の突発性の脳障害から年々教員として弁を振るうことが困難になっていた。事件の数ヶ月前より別の就職先を探す日々を続けていたが、結果は芳しくなく、日中町内を所在投げにふらふらと歩いているところを何度も目撃されていたようだ。男は入所後数ヶ月で看護医たちの隙をついて療養施設から脱走、天神小学校の地下室に入り込み首を吊って自殺した。この事件で殺された児童たちはほとんどが天神小の生徒たちだったが、犯人逮捕時に寸出のところで救出された女児は天神小の生徒ではなく、事件後他県に移っていったとされている。悪い噂の立ってしまった天神小学校の不運はその後も収まらず、忍び込んだ変質者による強姦事件や自殺の舞台として利用されたため、生徒数が大幅に減り、ついには廃校に追い込まれた。当時60歳になっていた校長は自らの屋敷の襖や壁、畳などに意味不明の文字の羅列を書き殴るなど奇行が目立っていたが、廃校決定のその翌日、天神小の屋根から飛び降りて自殺してしまった。首の骨を折り即死だったようだ。賛美極まる事件である。私はこの一連の事件の陰に人知を超えた力の動き、巨大なる呪詛の側面を見ている。鍵を握る人物はやはり、現場で同い年の子供たちが惨殺されるのを目撃してしまった不幸なる生存者、事件を生き残った赤い服の少女だ。怪奇事件ルポライターの私が機会をいただいた本誌での連載は始まったばかり。このまま追跡取材を進めてみたいと思う。続報に期待していてほしい。この事件、一人女の子が助かっていたのか。さっき見かけた赤い服を着た女の子の幽霊じゃないか。どうして殺されなかった子まで一緒にここに幽霊となって存在しているんだ。閉じ込められたのか。大切な人を案ずる思い、それゆえ受ける痛みや苦しみは死者にも生者にも隔てなく与えられる美しい聖痕。君は、死んだ魚のように目が濁っている。私はここで死んだ幽霊です。そうか、なんて言ったらいいのか
わからないが、幸せと不幸は隣り合わせ、安易に幸福を得ようとするにはそれなりのリスクが伴うもの。何を言ってるんだ。あなた方がこの学校に閉じ込められたのは、幸せの幸子さんを行って失敗したからです。幸子さん、ああ、最後にみんなでやった失敗だって。誰かが唱える回数を増やしたか減らしたか、人数分正しく唱えなかったのです。誰かが。ちゃんと9回唱えた。幸子さんお願いします。9回だよ。唱える回数が人数より多かったり少なかったりすると失敗しちゃうらしいからね。俺は確かに9回しっかり唱えたはずだ。誰か失敗したのか。そのせいで、いや、そうじゃない、違う。こんな事態、誰かのせいじゃない。わざとかも。お友達の誰かが面倒で適当に唱えたか、あるいはもっと遊びたくて簡単に終わらないように失敗したか。わざとでなくてもいい加減な性質の人なら失敗しても考えそうですわね。まあいいや、バレないって。こんな恐ろしい出来事に発展するとも知らずに。誰も申告しなかったのでしょ、失敗した、ごめんなさいって。いい加減にしてくれ。ごめんなさい、ついいろんな可能性を考えてしまうのです。職業柄かしら、もうペンはとっくに折ったはずなのですけれど、あなたはまだ持っているようですね。お前、それをしっかり手に握って思ってみてください。あなたの大事な人たちのこと。すまない、俺急いでるんだ。妹の姿が見えないんだよ。他の奴らも見つけないと。心配する気持ち、心をかき乱す衝動、それでいいのです。おまじないとは、人が人を思う気持ち、心そのもの。それが愛情であれ憎しみであれ、思いが強ければ強いほど、まじないはパワーを発揮するのです。ブレンド、マウス、ホック。熱い。待ってくれ、一体何をしているんだ。フリジで、スイーボール。体が焼けるように熱い。おい、やめろ、やめてくれ。ボールツイードフリジでホックマウススプレッド。私たちの邪魔をする者は許しません。来る、行きなさい、思い人のもとへ。もう遅いかもしれませんけど。